ポップティーン TV 毎日ルンルンこはるんです。はい、私は今回運動音痴の私が個人体力測定やってみたという動画です。私は本当に学校でもなんか体力測定の評価みたいなのあって S から F まであるんですけど、毎回 F で一番運動神経悪いんですよ。小春の運動神経悪いながらも頑張るので、そこを見ていただけると嬉しいです。ではレッツゴー。はい、ではまず腹筋に挑戦していきます。30秒間で何回できるかをしたいと思います。本当にどうしよう、全然できないんですけど頑張ります。よーい、スタート。はい、今腹筋終わりました。結果は16回でした。マジでもう16回疲れました。じゃあ中学生の女子、はい、平均回数発表します。はい、24回。学校の体力測定でも一番回数が少ないくらいに全然できないんですよ。やっぱりそうでした16回でした。はい、で次は腕立て伏せをしていきます。腕立て伏せはもう時間とかじゃなくて小春の限界を迎えるまで頑張ってしてみたいと思います。ゴー、よーい、スタート。いやー、きつっ。 ちなみにできてますか？で、腕立て立ってないよーい、スタート。無理ですね、ごめん。せーの。できないです、これダメですね、これはもう。ちなみに、はい、女性の平均は8回。できないですよ。はい、次は反復横跳びをやっていきます。この3つのラインをこうやって20秒間に何回こうやってまた上げるかをしていきたいと思います。頑張ります。レッツゴー、よーい、スタート。結果36回でした。意外とできたんじゃないんですか、これは。もう結構平均より上いってる気がします。47回。世の中の女の子はすごい運動神経いいですね、日本人は。はい、では次は立ち幅跳びをしていきます。予想は何メートル？あ、じゃあ2メートルにしておきます。自分の身長より多分いけると思います。ゴー。まあ8ぐらいですか。128くらいですね。じゃあ平均発表します。はい、172です。そう高いんですか？やば。はい、次は垂直高跳びをしていきたいと思います。場所は、はい、その辺りです。この辺りが今の場所なんで、ジャンプしたら、まあ天井を目指してジャンプします。レッツゴー。なんか縦についたらよくわかんないですね。どっちなんだろう、あれは。27ですかね。27センチ。おお。平均は41.5センチ。え、
27でしたよね。やばすごくない？日本の女の子次は上体反らしをしていきたいと思います。いきます。はい、結果は35センチでした。じゃあ平均発表します。はい、53センチ。え、そんな上がるんですかやば、え、なんだろう、あの世の中の女の子の運動神経がいいのか、小春が悪すぎるのか。はい、では今からバランスボールでバランスを取っていきたいと思います。最大で1分間、まあ落ちなかったらクリアです。ではやっていきます。よー、はい、スタート。でも結構余裕だと思うんですよ。なんか安定感があります、これ。でも座ってます、ほらやばい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 、おおおお危ない危ない。まあこれあの全部あのこれはまあ運動神経意外と意外と意外と44秒です。え、惜しい惜しい、うわ、サビはい、では倒立ブリッジをしていきます。でも今まで成功したことあるんですけど、え、マジでめっちゃ久しぶりなので、やばい、やば、怖、頑張ります。せーの、え、こ、いきます。せーの、では次は一人じゃんけんをしていきます。んー、じゃあ左手がずっと右手に勝ち続けます。こう、こういう風にずっと勝ち続けます。逆ですけど、それ。え？左手と右手に勝ち続けるんだよね。こっちが勝つ。はい、せーの。はい、はい、はい、あれ？いきまーす。はい、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 おぉはい、ストップウォッチで15秒、スタートをしてから目をつぶって15秒になったらパッと止めます。これはまあ、あの運動神経多分関係ないんで、ここはもう、せーの、15、22秒。え、そんな経ってました？え、何もできないです、小春え、今日したやつで多分全部敗北ですね。いや、今から炭酸早飲みをしようと思いますなんか本当になんかもう体力、まあちょっと頑張ります地味に緊張しますえ、笑って、やばい、事故起きそうできまーす。やばい、え、めっちゃ炭酸強いですよ、これ。あ、やば、あ、やばいあ、終わりました結果を発表します。1時間14分やば、マジで頑張りました。これ炭酸強すぎた。でもまあ1時間もかけて飲みましたんで頑張りました、本当に。はい、では全部の項目が終了しました。なんか面白体力測定になっちゃったんですけど、でも全部終えてよかったです。日本の女の子ってなんでそんな運動神経いいんだろうっていう疑問が生まれました。全部小春平均より下で、そんな運動神経悪かったっけって感じでしたでもなぜか楽しくできたからよかったです。最後まで皆さんこの動画を見てくれて本当にありがとうございました。よかったらグッドボタン、
とコメントよろしくお願いします。そしてこの動画はたくさんの方に拡散してほしいです。友達や家族やたくさんの方に拡散してもらって、そしてたくさんたくさん見てほしいので、皆さん何回も見てくださいぜひ。じゃあありがとうございました。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。